バンバ魂。ジャガバンバ魂。この番組はバンエイト価値の提供でお送りします。こんにちは、杉山悦子です。ここからの30分はジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界に一つだけの競馬です。唯一帯広競馬場で開催されている万英競馬の楽しさをお伝えする番組です。そして馬券的中のお手伝いができたらと思っています。レースの解説と予想は十勝毎日新聞社営業局事業部の桜井陽介さんです。こんにちは。こんにちは。なんかすっきりしないですね、天気が。そうですね、本州の方に比べたらということなんでしょうけど、北海道は北海道で意外とジメジメしてるんですよね。なんかね、関東の梅雨みたい。うんうん、そうだから、蝦夷梅雨っていうやつが ね、 なんだけどね、そう遅れてきてるんですよね。だん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 なんか天候、地球の天候が変わってきてるんですかね。まあ難しければそうかもしれませんけど、変えられないし ね、 そうですね。だからそんな時はどう自分を変えて対応していくかっていうところなんですが、はいはいはい、どうやって対応してますか。まあね、もう僕台本に書いてることそのまま言っちゃいますけど、やっぱ食べる飲むね、ことですね、それをやっぱり頑張りたいですね。まあね、今年とか毎年ですけど、はい、毎週聞いてもね、はい、答えがね、はい、まあ家のエアコンをかけたり、うん、エアコンかけすぎると夜頭が痛くなったりするので、うん、時々除湿にしたり、うん、あとは飛び出して車に乗って、うん、さっとドライブするとかね。夜中に？しますよ。あ、そう、夜中といえばね、今週、じゃあ今週じゃ、7月7日天の川が見えますか、はい、そしてこの間フルムーンね、1年で一番大きい満月が見れるというあの月の日ね、陸別の天文台にまたですね、でも例年の通りってますね。そう、電話をして今日見れますか、はい、天の川の日もフルムーンの日も本当天文台の方いい方で、ちゃんとゆったりと説明してくれるんですよ。だから来ても見られないかもしれませんねって言われて見なかったっていう、まあちょっと短いながらに2時間半行くのに2時間かかる。あ、全然平気、はい、さこのぐらいにしときまして、はい、さてさて、7月10日に行われましたファイターズ杯振り返りたいと思いますよ。桜井さんの予想は5番のコーシュアレガシー本命にしていましたね、うん、そうですね、はい、ね、どうでしたでしょうか。この時の天候は小雨、馬場水分は 2.5% で行われました。ファイターズ杯です。メイン11レースはファイターズ杯オープン H 混合の10頭スタートしました。飛び出した10頭ほとんど止まらず、前は間もなく2障害手前、ノエルブランが先頭で来ました。前半38秒で来ています。そして5番コーシュアレガシー、外は雲海大将、各馬の挑戦が始まった。第2障害ノエルブランがまず降ります。そして5番コーシュアレガシー2番手、3番心の宝が3番手、あとは2番のコマサンエース、そして7番のゴールデン風神第2障害寄りました。先頭1番のノエルブラン、じわーっと5番のコーシュアレガシー並んできた。30メーター切ります。そして3番ココの宝、その外から一気7番のゴールデン風神、4番手3番手一気に前の2頭に並んできた。残り10、外7番ゴールデン風神がまとめてかわした。残りわずか、7番ゴールデン風神差し切りました。ということで勝ちましたのは1番のゴールデン風神、2着にコーシュアレガシー、そして3着にはノエルブランという結果になりました。桜井さんの本命2着でしたね。そうですね、貯めて貯めて貯めたゴールデン風神が障害を降りて一気に弾けましたよね。ですね、まあ、コーシュアレガシーもね、正攻法のレースをして、いいレースしたと思うんですけども、最後はやはりね、ゴールデン風神の勝った馬のね、決め手に屈しちゃった格好ですよね。そうですね、勝ちタイムが1分25秒3ということで、ババ水分 2.5% が反映されてますね。そうですね、新鋭ボブ、2番人気だと新鋭ボブはね、こういうババ得意なんですけど、ちょっと前週勝っちゃったことでハンデ重くなったのがきつかったかな。見せ場はなかったですね今回はね。さあ今週頑張りますよ、はい、コマーシャルの後は17日日曜日開催の重賞レースです。熱き精鋭たちが夜空を駆け抜けるバンエーグレード2第53回旭川記念の予想に参りますが、今週は騎手調教師のインタビューもお聞きいただきたいと思います。コマーシャルです。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ。1馬身とじわりと突き放して、残りわずか、8番目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。
ツパーク。ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい。手が手にオートです。いつでもどこでも楽しめる。スマホあるなら始めなきゃ。全部楽しんだもん勝ち。オッツパーク。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場十勝村。バンバン魂、続いては17日日曜日開催の重賞レース旭川記念に参りたいと思います。旭川記念はどんなレースになりますか？そうですね、万栄競馬がかつてね旭川でも開催していたんですけども、まあ、その当時からある伝統の小馬重賞ですね、まあ、通称四種記念と言われて、まあ、他の、ね、都市でもやったんですけども、夏のねやはり重賞としてかなり、まあ、伝統のレースとしてね人気の高いレースですよね。そうですね、かつての四種というのは岩見沢、旭川、北見、そして帯広ということで、はい、それぞれ岩見沢記念、旭川記念、北見記念、帯広記念っていうのがあるんですね。その一つです。夏の待望のレースですよね。そうですね、この時期としては荷物も重いし、うん、経験値がものいいレースなのでリピーターが結構来てますよね、うん、去年は戦国エースか、もう引退したね戦国エースが来たんですけども、その前ミノルシャープ、その前俺の心が3連覇、欧州ハンクが連覇と、やっぱりね同じ馬が何度も来るんで、そこら辺は予想のポイントになるかもしれません。強い馬が勝つというレースですよね、はいはい、そうです。今回は松風雲海号と青のブラック号に注目してインタビューを行いました。14日木曜日にお聞きしたコメントです。最初に松風雲海号に騎乗予定の藤本匠騎手のインタビューです。桜井さん、松風雲海どんな点に注目したらいいですか？やっぱりね、伏兵なんですけども、うん、まあ、先週勝ったね、ゴールデン富士みたいに溜めて溜めてくる馬なんで、一発あるかもしれないですね。展開が早くなりすぎちゃってすると。さあ、騎乗予定の藤本匠騎手はどんなコメントでしょうか。お聞きください。デビュー以来ほとんどのレースでコンビを組んでいる藤本騎手にはとても思い入れがある馬だと思うんですけども、まずは今、はい、松風雲海の状態の方から聞かせてください。いや、状態自体も本当に全然馬自体も調教の方も結構できてますし、はい、普段のいい意味でずっと平行線をたどってるってことですか？そうですね、はい、で今季はここまで5戦して最高4着が最高の成績なんですけども、はい、オープン前で今一つちょっと弾けてないかなって印象なんですけども。そうですね、やっぱりオープンの1戦級相手に今年はしてるんで、ちょっときついかな、相手がね、きついかなって感じなんですけどね、うん、展開的にもややちょっと置かれる展開とかも多いですよね。そうですね、どっちかっていうとちょっとため気味にいって、うん、障害を一腰で止まっちゃうとやっぱりこう発火しないんで、はい、発火っていうかこう出ないんで、はい、返事悪くて、はい、どうしてもこう人殺しであげないと勝負にならないっていう点で、うん、やっぱりちょっとため気味にいかないと、うん、一戦級相手になるとちょっとためが効かしてもらえないから、うん、そうですよね、はい、うん、去年あたりも終わり頃にはもう、うん、はい、オープンでも2番手の馬相手に、はい、結構ため効かしてもらえて、はいはい、やっぱりちょっと一戦級になると流れも早いんで。そうですよね、松風雲海が上がる前にもう向こうはどん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 先に進んでってる感じが多いですよね。そうですね、はい、まあ、ベテランの8歳馬なんですけども、そろそろ小馬の重賞タイトルは欲しいとこじゃないですか？そうなんですけどね、うん、なかなか思うように、ね、いかないっていうのが現状で、はい、まあ、状態はまあ引き続きいいということなので、やはり展開一つってことになってきますか？展開さえ向けばっていうんですけど、はいはい、なかなかそういう展開に向かしてくれないんで、はい、そこが課題ですかね、やっぱり。まあ、とはいえ今回は強い6歳勢も含め小馬の勢いがずらりと揃ってます。まあ、倒すための秘策とかありますか？いや、なんせ流れがスローになってくれるのが一番なんですけどね、うん、急がされるような展開になるとやっぱりちょっと辛いんで、はい、馬自身もそんなにガリって思うよりはちょっと軽め、気持ち軽めの方がいいんですけど、あーはー、うん、でもやっぱりちょっと軽くなると今のオープンクラスの勝ち負けしてる馬6歳生だとどんどんいっちゃうんで、はい、あの辺はみんな強いですもんね、あの辺のスピードありますからね。そうなんですよね、はいはい、最後にファンの皆さんに旭川記念に向けて意気込みをお願いしたいんですが。そうですね、まあ、松川前回調子は悪くはないんでね、まあ、なんとか
前の方に食い込めるように頑張るので応援よろしくお願いします。第53回旭川記念出走予定松風雲海騎乗の藤本匠騎手のインタビューでした。仕上がりまあまあのようですね。そうですね、僕もで、まあ、あのどちらかというと先方の方を聞きたかったんですけども、やはりもうこの馬自身のしっかり溜めて、あの後ろから、刺すればでいくというふうな、あの意気込みでしたね。自分のレースをするという感じでしょうかね。そうですね、やっぱりね、相手も強いんでそこら辺はもう展開も向かなきゃいけないし、うん、いろんな面が重なって、うん、なんとか食い込んでいきたいってところじゃないでしょうかね。挑戦者の立場って感じですよ ね、藤本ジョッキーベテランですから、そこのところはもううまくという無理をせず、うん、焦らないでっていう感じになるんでしょう ね、まあ、馬と喧嘩することは絶対ないジョッキーなんで、その辺は安心して見てられると思いますよね。はい、続いてもう一頭です。青のブラック号です。青のブラック号を管理する金田勇美調教師に話を同じく14日土曜日、14日木曜日に聞いています。桜井さん、青のブラックはどうですか？青のブラックはね、今季ね重賞2連勝でね、ちょっともう本当はね夏場弱いんですけど、ここまでこの暑くなってきてもだいぶ活躍してるんで、そのあたり聞いてみました。はい、それでは青のブラック号を管理する金田勇美調教師のインタビューをお聞きください。早速なんですけど、青のブラック春シーズンはもう重賞2連勝、やっぱりこの馬強いですね。いいシーズンのスタートができたような気がしますね。前走は豪華メンバーの中で6着と、まあ、トップハンデの影響もあったんですかね。はい、そうですね、やっぱりちょっと重賞の時と、ね、一般の時とだいぶ馬の雰囲気が違ってくるのかなという気がする。はい、そんな中で今回旭川記念が、まあ、夏の一つの目標のレースになると思うんですけども、はい、この中間の動きとか状態はいかがですか？もともと暑さとか夏場があまり得意な馬じゃないんで、今回もどうしようかなと思ってたんだけど、しかも最近比較的調教しやすそうな気温だったもんだからね、あの調教はこなせたんで動きだったんで使ってみようかなっていう感じなんですよね。今季やっぱり、はい、暑い中かなり動けてますよね。いやでもやっぱりまだまだ本格的な夏を前にちょっと今のところは良かったのかな、うんうん、これからちょっと心配なところがあるんですよね。まあ、限定戦時代はちょっと勝負どころでライバルのメムローボブサップにね、後陣を敗してしまうシーンが結構目立ったんですけども、もう今はもうほぼ互角、はい、もしかしたら実力的には互角以上じゃないかと。やっぱし向こうが一歩リードしているような気はしてますよね。まだ追いかける立場なのかなっていう気がして、うん、今週末も予報がちょっと悪そうなんですけども、はい、青のブラックにとってはどっちがやっぱり馬場的には中間ぐらいがいいんですかね？そうですね、あまりスピードに長けた重心だとか面倒に、うん、足を使える感じになるとちょっと辛くなるのかなって気がするんだよね。まあ、この馬自身も結構速い馬場には対応できると思うんですけど、それ以上にね、あの向こうのライバル勢が速い馬場得意ですからね。最後にファンの皆さんに旭川記念に向けて一言意気込みをお願いしたいんですけども。そうですね、旭川記念本気使ったらちょっと1ヶ月ぐらい、休ませてやろうかなと思うんで、それ前にねいい姿見せたいなと思っているんで、応援お願いしたいと思います。休み前ですからマックスらしいですね、ということは。はい、はい、期待してます。もちろんね、今年はね、今季は大きなところを狙っていきたいと思ってると思うので、はい、そのあたりにも向けてもしっかり調整してください。期待してます。はい、どうもありがとうございました。はい、旭川記念出走予定の青のブラックを管理する金田勇美調教師のお話でした。どんな仕上がりと思いましたか？まあね、仕上がり自体は、ね、順調だと思うんですけども、やはりこの夏、この暑くなった時の、状態というのがポイントになってきますよね。そのあたりね、調教師の金田先生もまだねちょっと不安半信半疑なんですけども、今季はねいつもの年より動きがいいんですよね、夏は。だから僕はそんなに軽視したくないなと思ってます。これ、まあ、予想は後ほど詳しくと思いますけど、ただ一頭トップハンデなんですね、青のブラックはね。そこがポイントですね。きついですね、正直ね。まあ、きついんですけど、日曜日がまた雨という予想になってますから、そのところをうまく利用していくっていう、まあ、でもそれを利用するのは青のブラックだけじゃないですからね。そうですね、青のブラックにとってはプラスというか、プラスマイナスゼロみたいなだと思います ね、はい、ね、天候はみんな一緒ですもんね。はい、ということで旭川記念の注目馬2頭についてのお話でした。コマーシャルの後はバンエーグレード2第53回旭川記念の予想に参ります。
今週はオートレーサーの遠藤誠さんに、電話でご出演いただきます。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ。1馬身とじわりと突き放して、残りわずか、8番目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。オッツパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、オッツ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 パーク、競馬競輪オートレース、いつでもどこでも楽しめる。スマホあるなら始めなきゃ。全部楽しんだもん勝ち、オッツパーク。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場十勝村。バンバン魂。ではバンバン魂、続いては第53回旭川記念の予想に参ります。本日はオートレーサーの遠藤誠選手と電話でつながってご出演いただくことになっています。遠藤さんは東京都出身の、現在47歳、1997年の4月にオートレーサー第25期生として静岡県浜松オートレース場でデビューしました。同期には元アイドルの、森克行さんがいるということなんですよ。また遠藤さんは地方競馬の馬主としても顔を持っていまして、熱烈な競馬ファンというふうに伺っています。それではお呼びしたいと思います。遠藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。遠藤くん、お久しぶりです。はい、お願いします。あの万名記念の時はいろいろ予想もしていただいたんですけれども、はいはい、今回ちょっと予想に挑戦してもらうということなんですけれども、どうですか、はい、お気持ちは、ラジオに出演するお気持ちは。はい、オートレスの番組でもラジオに出演したことなんで、はいはい、また今回も楽しみです。まあね、若い頃からね、こういう舞台はすぐね、大舞台に立ってるんでね、その辺はね、慣れたもんでしょう。慣れてはいないですけど、はい、頑張ります。はい、オートレースは北海道ではなくね、馴染みが薄い人が多いと思うんです。で、遠藤さんの方からどういう競技なのか、ちょっと魅力をお伝えしてもらいたいんですけども。はい、オートレースはほとんどのレースが距離のハンデ戦で行われてるんですね。はい、で強い人が一番後ろから走るので、抜きつ抜かれつがスタートからゴールまで楽しめるギャンブルになってます。まあ、6周ね、オーバルのコースで走るってことで、なかなか、はい、ね、全国に今5場しかないんですよね。そうですね、はい、で遠藤さんは普段浜松オートとで活躍してるんですけども、はい、現在、成績とか調子はいかがですか。このところ暑くなってきてエンジンがマッチしてるのか、かなり成績は上がってきてます。夏場、最近は夏場の方が強いんですか。はい、わ、はい、かりました。で、さて、はい、遠藤さんね、といえば弟さんがね、日本ファームファイターズのね、元プロ野球選手だったんですよね。あ、そうなんですよ。はい、でもう熱烈なファイターズファンということで、先週ね、万栄競馬もファイターズデーっていうのがあったんですけども、どうですか、弟さんとお話しされたりします。あ、はい、弟も自宅に帰ってきたりするんで、その時は自分も自宅で話したりしますよ。今良平さんはね、GM 補佐と、はい、はい、稲葉 GM、 新庄ビッグボスとともにチームを支えてるって形ですか。はい、随分なとこまで上り詰めてますね。かつて僕、弟さんも取材したことあるんですよね。東大のね、エースとして神宮で8勝でしたって。はい、はい、でそこからずっとファイターズファンなんですか。はい、自分も弟がファイターズに入ってからです。はい、たまに応援とか来てますよね、札幌ドームに。来てますよ。はい、今年来ました。あ、今年はまだ東京ドームしか行きません。あ、東京ドームでも結構、ね、試合やりますもんね。はい、はい、で、まあ、3月のね、万栄記念では万栄ホームページで予想していただいたんですけども、はい、遠藤さん、万栄競馬って見たことあります。もちろんです。あ、何とか、ね、帯広かな、来たの。なんと、まあ、帯広もあるんですが、なんと岩見沢も行ったことあります。さっきね、まさにその話してたんですよ。岩見沢、旭川、北見と、まあ、僕は4条制覇してるんですけど、はい、何条ぐらい行きました。
岩見沢と水戸だけです。ああ、まあね、札幌から近いからね、岩見沢はね。というふうに、あの北海道とは遠藤選手ずいぶんあのつながりがあるというのか深いですね。そうなんですよね、はい、なんか楽しみになってきましたけども、はい、早速旭川記念の予想に、はい、例えばどうですか、遠藤選手は夏とか冬とか万栄競馬を見て いつぐらいの季節が面白いなって感じたりとかしますか。自分は夏しか行ったことないので北海道に、はいはい、あの寒いの嫌いなんて、いやいや、ま、あの冬も見てもらいたいんですけど、じゃあ旭川記念この夏のもうレースですから予想はお得意中のお得意というふうな感じでしょうかね。頑張ります、はいはい、さあそれでは今週楽しみですね、遠藤さん の予想も聞けるということで、ですよね、はいはい、では予想に行く前に出走馬、今シーズンの旭川記念の出走馬を紹介していきます。1番青のブラック、藤野俊一、2番大和太鼓渡来心、3番アーモンド軍神松田道明、4番メムロボブサップ阿部武富、5番インビクタ船山クランド、6番松風雲海藤本拓海、7番ミノルシャープ鈴木圭介、8番目白剛力西健一ということで、今年の旭川記念は8頭によるレースとなります。まずですね、ネットバンバ金太郎の予想をさらっと紹介しておきましょうかね。16日土曜日掲載、十勝毎日新聞掲載のネットバンバ金太郎の予想でいきますと、4番のメムロボブサップにグリグリ、3番アーモンド軍神に丸、上から1番青のブラック、7番ミノルシャープ、8番目白剛力という、このあたりに印がついてるんですよね。やっぱりメムロボブサップに人気が集まるんじゃないかなというところなんですが、まず雨の予想もついてますが、改めて桜井さんどうでしょうか ね、 そうですね、ポイント、週末雨予報でおそらくカルババになるので、うん、この辺の6歳勢、スピードある6歳勢、7歳勢が主導権を握っていくレースになるんじゃないかなと思ってます。はい、というこの桜井さんのこの言葉が参考になるかするかというところなんですが、遠藤さんの予想お願いします。はい、あの僕も軽いババになれば3番のアーモンド軍神と4番のメムロボクタップで硬いんじゃないかなと思ってます。うん、それはやっぱり強いからというところですか。遠藤くん、はい、遠藤くん穴党じゃないの普段は。そうなんですあの万栄記念では目白剛力本命で馬券取ったんですよ。おお、すごい、多分今回も目白剛力出てますけど、はい、そうですね、なので、まあ、3番と4番で硬そうなんですが、うん、この目白剛力を絡めた3連単で勝負してみたいと思ってます。ということは3-4-8とか4-3-8とかそのあたりですか。あ、もうそこをバシッといこうかなと思ってます。ぜひね、しっかり ね、あのオートレースはね、もちろん選手として走る立場ですけども、馬券しっかり買ってほしいですね。はい、はい、さあ桜井さんも買いますか馬券。僕の本命も、はい、いきますか。一応聞いておきます。はい、これ本命僕もメモロボブサップです。これはね、もう今回はね、やっぱりカルババになると踏むとボブサップとアーモンド軍師の主導権争いなんですよ。で、同ハンデでだったらやはりね、メモロボブサップの方が強いかなと思ってます。なんで僕は3連単、もう1、2着固定、4-3-1、4-3-5、4-3-8の3点外で、まあね、1番はねちょっと厳しいんだけど、オノブラック、まあ、3着はあるかなと。もう剛力もそうですね、まあ、遠藤さんとその辺は一緒ですね、予想はね。あとインビクターね、はい、先に障害超えてきそうなんで、なんとか超えて抜かれちゃうかもしれないけど、粘っての3着、この3点言い切って、めちゃめちゃスタジオの中で鼻息荒く言い切ってるんですよ。遠藤さん、この予想についてどう思いますか。はい、僕もそれに乗っかって3-4-4-3の8でバシッといきます遠藤さんがね走ってる時も僕もね自信たっぷりでよく予想してましたよね、かつてねもう時間もそろそろなくなってきまして、最後になりますけれども、オートレーサー遠藤誠選手からこのバンバ魂お聞きの皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。はい、皆さんと一緒に旭川記念第二障害で熱くなりましょう。僕も熱くなります、頑張ります。面白い、ありがとうございます。はい、今週はオートレーサーの遠藤誠選手にご出演いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。第53回旭川記念は17日日曜日の第11レース午後8時10分発走の予定です。ぜひ参考にしてください。
ではここで万栄トカチからのお知らせです。8月14日日曜日に行われます重賞レース万栄グランプリのファン投票が、先月25日土曜日から始まっています。万栄グランプリはファン投票によって出走馬を、選抜し、ファンの皆さんと一緒に盛り上げる夏の名物レースです。また投票いただいた方の中から抽選でトカチの畜産品や龍月の銘菓クオカードなど素敵なプレゼントが当たります。投票方法など詳しくは万栄競馬、万栄トカチのホームページをご覧ください。万栄グランプリのファン投票は7月18日今度の月曜日までとなっております。お急ぎください。さあメッセージいただきましたよ。こちら来ましたか、うん、大阪、そう、しかも大阪から遠くからね、大阪で聞いてくださってるというね、はいはい、ありがたいですね、ザ・マウンテンさんありがとうございます。うん、はい、杉山さん、桜井さん、こんにちは。こんにちは。私は最近万栄競馬にはまり出した初心者なのですが、なかなか馬の違いが分からずに予想がなかなかうまくいきません。なのでお二人に馬のこういうところを見ておいたら予想に役立つなどのアドバイスをいただけませんかということです。どうぞ。どっち、お姉さんです。僕が行きますか。どうぞ。ね、やはり、マウンテンさん、ザ・マウンテンさんね、なかなか新聞を見たりとか馬の実力差を見るのは難しいと思うので、僕はパドックで、平地の競馬と違ってちょっと入れ込んでるぐらい生きている馬を買ってますね。やはりこれから 200m のレースなのと、重い荷物を持つってことはそれなり気合入ってないと走れないと思ってるんですよ。なので平地の競馬はね、おとなしくね、ゆっくり折り合って折り合ってっていうことが大事なんですけども、バンバの場合はちょっと入れ込んでるぐらいの、暴れてるぐらいの馬がいいと思います、うん、あとやっぱり見た目、毛づやがいいね。ツヤツヤと見えてお尻がバンブリンとして毛艶がいい馬を私は選ぶ、うん、そうです ね、それはまあ基本ですよ ね、 すね。あとプラスやっぱり歩様ね、前と前の足と後ろの足が当たるぐらいね、軽やかに歩いてるのもいいですよね、まあはい、馬はそういったところから見る。あとは万栄競馬というのは平地競馬とちょっと騎手のテクニックと馬の実力というのの、この割合が違うんですよ ね、 そうです ね、 ね、万栄競馬は騎手のテクニックが7、馬のは3とかね、6、4とかっていう風に騎手のテクニックがものを言うというところも大きいポイントがありますので、まあ、迷ったら騎手買いっていうのはね、これはよく言われますよ ね、 ありますよね。あとね、先行する馬、そうすると結構楽しめる、うん、最後抜かれちゃうケースあるんですけども、うん、先行し、このレース先行しようそうだなと思った馬を、まあ、買ってみるのもいいですよね。ということなんですが、マウンテンさんどうでしたか。これじゃわからんという時にはもう一回メールをいただけたらという無理なお誘いはしてますが、メールありがとうございました。プレゼントをお送りします。バンバ魂ではリスナーの皆さんからのメッセージ募集しています。番組への質問やご意見、桜井さんへの応援メッセージ、競馬の楽しい思い出など何でも結構です。メッセージをくださった方皆さんに万栄オリジナルグッズをプレゼントします。メッセージメールでお願いします。バンバアットマークジャガドット FM、 BANBA アットマーク JNGA ドット FM です。皆さんからのメッセージお待ちしています。桜井さん、調子上げていきましょうね。そうですね、選手外れちゃったんでね、ねえ、もう3連単っていうね、ちょっと難しいんですけども、今のところお財布の中マイナス22,000円、回収率 38.9% ですよ。今週は3連単がしてるから一発で狙います ね、 そうですね、はい、はい、期待しましょうね、はい、レースが楽しみです。今週もレースの解説予想は十勝毎日新聞社営業局事業部の桜井陽介さんでした。ありがとうございました。ではバンバ魂、また来週です。杉山悦子でした。ジャガバンバ魂、この番組は万栄十勝の提供でお送りしました。